やべやべやべ、こうやってリズム取らないと無理だ。何それ、何それ今の、え、どういうこと。喋りたいんだけど、ごめんごめん、喋りたい、めっちゃ喋りたい、ごめんね。でもちょっとリズムがめっちゃむずいやんけこれ。うん、かん、はい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 はーはい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 、うーあうーあ、どん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 。ちょっと待ってくれ、だからごめん、見てる人ごめんね、これずっと俺入れちゃうわ、ごめん。はい、ごきげんよう、どうも、始まりましたジョニーズゲーミングルーム。今回は私、深澤達也一人が一人でやりたいと思います。今回、まあ、久々にね、まあ、ソロの回をやるということなんで、去年の、まあ、10月ですねに、こう FF の、まあ、8の、まあ、リマスター版をやらさせていただいて、まあ、それ以来なんで、ちょっとまあ緊張はしています。やっぱ一人ソロでこうなんていうの、こう配信してる方ってたくさんいるじゃないですか。やっぱそういう人たち見てるとめちゃめちゃうまいなって、こうやりながらさ喋れるわけじゃん。俺それがすごいなと思って、まあだから最近見てるこうその配信はやっぱね、カノエコさんおもろすぎるよね。ちょっとあの今度ぜひ、あのまあお忙しいと思うんですよ、カノさんもね。でもなんかこうバラエティでは結構会う機会があってね、喋ったりするんだけど、ちょっとねカノさんにオファーしたいわ。ゲーミングルーム一緒にやってみたい。ちょっとなんだろう、あれって狙ってできることじゃない、いろんなこうなんかちょっとハプニングっぽいことが起こるんですよ、カノさんってがねやってる時って。ちょっとあれをね、ちょっと生で見たいなってのもありまして、ぜひこれをカノさんが見てくれてたら、ぜひ今度一緒にゲームやってみましょう、お願いします。はい、ということで、今回ね、あの僕がプレイするゲームなんですけど、やっぱり、まあ、FF シリーズが大好きなんで、まあ、今回はシアトリズムファイナルバーラインというゲームをね、あのやらさせていただくんですが、35周年を迎えた歴代のファイナルファンタジーシリーズから厳選した珠玉の、楽曲を詰め込んだ、これはリズムアクションゲームでございます。計、まあ、全部で、まあ、500曲以上の楽曲を収録したデラックスエディションを今回はプレイしたいなと思います。今のは目線は結構下の方にあったと思うんですけど、別にこれは見てない、これたまたま置いてあったっていうだけで、はい、全然一切見てないんですけど、今回は、まあ、この、まあまあ、音ゲーリズム系なんで自信はない。いろんなこう音ゲーみたいなのあるじゃないですか、やったことあるの、だけどなんかうまくちょっとねいかないところが結構あるから、まあ、ちょっと緊張するね、これをソロでやるって。こうみんなでやったらなんかちょっと、いやいやめちゃめちゃ下手やんみたいな、こうツッコミありきのこうパッケージできると思うんだけど、でもまあちょっとものはこう試しということで、まあ、こういうのもあるよっていうのをみんなにちょっと知ってもらいたいから、ちょっとやっていこうかなと思います。お、こっから始まるのかな、シアトリズムファイナルバーライン。じゃあこれでまずはシリーズクエストってやつがこう、あ、楽曲を選びながら遊びながら思い出のシリーズを冒険するモード、うわいいね。でこれがシリーズクエストでステージを一つ作るクエスト、あ、解放、これクリアしていくとこっちがちょっとずつこう解放されていくわけだね。でもまずはこれだね、シリーズクエスト、いくよ。うわ、はい、シリーズクエストはファイナルファンタジーシリーズを冒険し、楽曲やキャラクターを解放するモード、いいですね。たくさんのシリーズを、巡り、音楽の波動、リズポを高めましょう。いいね、ステージをクリアすることは、そのリズポに共鳴し、音楽を司る。オッケー、クリス読みましたね、珍しく。はい、回帰回していきますと、シリーズ級者スプレーの、あ、解放していくのね、はいはいはい、わかりました。ちょっとごめんなさい、最初はちょっと好きなとこからいきますわ、こっからいきますわ。いいね、セブンね、セブン解放するよ。わお、ヴィンセント使ってたわよく。でも俺はまず、まあもちろんクラウドを入れますよね。どうしようかな、俺が戦ってたあれでいこうかな。俺ね入れてたんだよね、入れとこう。でもなんかで、ヴィンセント、これも絶対入れたいの俺は。であと一個がやっぱエアリス入れとくか、回復タイプね。はい、で戻る、まずは
BMS 左からトリガーが流れてきます。ジャストサークルに重なるところでタイミングにコードを入力します。はい、トリガーはいくつかの種類がね、実際にプレイして、おお、実際にタイプね、 OK。 はい、 A、 はい、 OK。 お、どういうこと、どういうこと、そんないっぱい、やばいやばいやばい、 こうやってリズム取らないと無理だ。何スライドトリガー、ああ、めっちゃむずい。はい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 、そういうことね。オッケー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 、待って待って、ちょっとむずいかも。え、どういうこと、あ、ごめん、どういうこと、どういうこと、あ、最後がってことね。うわお、応用、いきなり、そう、どうぞ、ほう、あ、なるほど、なにそれ、なにそれ今の、え、どういうこと、待って、今のその右左ってどういうやつ、これ、うわ、あの、これやばいかも。しゃべりたいんだけど、ごめんごめん、しゃべりたい、めっちゃしゃべりたい、ごめんね。でもちょっとリズムがめっちゃむずいやんけ、これめっちゃむずいぞ、これ。やっぱこの、だからごめん、見てる人ごめんね、これずっと俺入れちゃうわ、ごめん。はいはいはい、ああ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 、交互に移動と、はあ、ドンドンカドンドンドンカドンドンドンカドンドンカ、え、待てドンカドン、あ、こう、待てやばいやばい、はいはいはい、え、待って、むずいって。あー、ちょっと待ってください。俺、リズム感ねえんじゃねえか。これがむずいわ。こう、ちょっとやっぱ、新しいね。あんまさ、なかった？こういうのって。もしかしてなんかこう動かしながらとか。ちょっと、初めて。やばいやばい。ごめん。喋りながらやりたいんだけど、ごめん。リズムだから、喋っちゃうとリズム。しゃー、ごめんなさい、あの、喋りたいんだけど、喋ってるとリズムが狂っちゃうから、これおもろいわ。あ、はい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 。ってことはやっぱこうシリーズをこうちょっと思い出せるってことは、懐かしい曲も出てくるわけだよ。あー、懐かしい、サンダーで倒すんだよね。あ、これね、これね、皆さん懐かしい、もうね、バトルしてる時の音楽なんだけど、これはちょっといいね、懐かしい。いつもは結構とかやってもいいんだけど、今回はなかなか、ちょ、ごめんなさい、そこ、うーあおう、うーあおう、うーあおう、うーあうおう、おう、いーおう、おう、おう、うーおう、おう、はい、うーおう、おう、おう、おうおう、おうあおう、おうあおう、あ、
おうあおうおうあおうおうウェーイおうあーあーおうおーはい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 したはい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 おう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 あー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 ちょっちょっちょっおい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 おう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 ダン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 パンド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 ンパンドンパパンうんドン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 ガンはい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 はははい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 うあうあドン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 ちょっと待ってくれ。戦いを見たいのにバーしか見れねえ。バーを追ってしまう。倒したのか俺は今。おう。え？めっちゃ SS ですわ。これはいいぞ。クエストは特別な条件が設定されている。クエストを出すと星が手に入る。わあ。クエスト？何？ガードスコーピオンを倒そう。はあ。ちょっと、終了します。どっち？行ったかこれは。行っただろ、よっしゃ。なんつうんだろう、こうやっぱその後ろのこうこの音にやっぱこうこのコマンドがさリンクしてるからおもろいね。こう気持ちいいとこでその来んのよボタンが。これは面白い。トリガースピードがすごく速い。あーでもやっぱちょっとずつ難しくなってんだね。フルチェーンで楽曲を送る。あバットなしってことかかな。まあなんかむずそうだな。それは行ってみるわ。芝持ってるし。でもこれ結構音楽早いぞ。大丈夫か俺。まだバレてないよ。まだあんまリズム感がないっていうの今のところはね。来た。トリガー、あかわいい。あのワンコ焦げ茶はやっ。早いって。早っ早っ早い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 。追いつかない。目が
早い、見えない、早っ、急に難しくなった。なんかはやい、あぶねえ、はやいはやい、はやはやい、はやいって、早くない？早いよ。やべ、バッてやった。一回バッとやっちゃった。待って、急にむ早いぞ、なんかむずいぞ。でも1バットやっちゃったよね俺、多分フルチェインではなかったべ。うわ、1場だ、やべえ。でもクリアはしてんだよね。悔しいね。ちょっとこれ覚えとこう、ここね。よし、ちょっとごめんなさい、進める。モンスターの攻撃を受けず、ああ、バットを出さないってことか、これも結局。あ、遅いね、結構。ちょっと待ちだ。待ちが多いな。わお、すごい、いいね、のどか。斜め、いいとこに来るね。芝じゃない？芝初めて見た俺、今やっと。あぶねえ、よっしゃ、行ったべ、行ったわ。フルチェーン、ここで？まあ、そうなんだよ。これぐらい遅かったらできんだよ。ほら、初めて見た、これ。トリプルエースだ。こんなのがあるんだ。この音楽いい。セフィロスって感じ。まあまあ、一応クリアするか。とりあえずは。まずは、やっぱ、いい、こうジャストヒットしないとボスを倒すところに行けないんだ。早めにセフィロスが出てくればってことだもんな、これ多分。いいねこの歌。セフィロス来るよ、セフィロス。
いいね、いいよ。やっぱ最後ちょっとむずいわ。今裏取りあったな。今裏取りがあった。最後やっぱむずいわ。なるほどね。うわー、セフィロスだから基本だとセフィロスまだたどり着けないんだ。もしかしてこれ結構いい調子で取ってたもんな。どうなるの。やったー、おクリア。エアリスのテーマいいね。ってことはこれで多分解放されたんじゃないの。ほらね、でこれ選んでセレクトしてできるってことだよね多分ね。でもこれだよ、ミュージックセレクトで多分好きな楽曲をできるわけでしょ。待って、うわー、はいはい、自由にね、でもこうできる好きなやつを、はいはいはい、俺はもうザ、うわー、ザナルカウンド、はい、いいいいとこ。まあまあ、もう俺はここまで来てんだったら究極ぐらいはいけんじゃないかな。ちょ、みんなもちょっと難しいやつ見たいもんね。じゃあ俺究極いくわ、任してよ。もう慣れてるよさすがに。しかもザナルカウンドはあのちょっとまあバラードだからそんな細かいバッなんかやつバーって怖いと思うの俺は。さすがに、あーまあそうだよ、このリズムだったらそんなね、はい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 、あーもうこれ慣れたもんだわ。ちょっと待ってください、なんか今来たね。危ないと来ますね。見ました、俺はこれをできるようになったんだぞ。最後の何年、その左左ってやつ、その右右やめて、
見ましたよの。見ました今の皆さん、パンポンパンポンってやつの、パンポンパンポン。まあまあまあ、でも正直ちょっとすごいことになってましたけど、まあでも一応クリアはできましたんでね。あー、思ったより究極でしたねこれ本当に。じゃあ、皆さん次が、ラスト、まあ時間も時間なんでラストのまあやろう、ラストやろうと思うんですけど、まあ今までのが正直ちょっと、まあ、ちょっと練習みたいな感じもあったので、次これ最後ビシッと俺のマジハイパーテクニックを見せて、フルチェインプラス、まあクリアだね。で超絶でちょっとしっかりと見せていこうかなと思ってます。はい、ゴールド操作、はい、これの超絶をビシッと決めて、今日はもうこれをバーンとクリアして、もうバイバイぐらいのテンション感の俺はいきたいと思います。じゃあいきます。ちょっと待って動こうかな。よし、いきます。超絶、ゴールドソーサーです。フルチェインプラスクリア。ちょっと手汗がね。集中します、ごめんなさい、喋んないです。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、グッドボタンのほどよろしくお願いします。以上、ジャニーズゲーミングルームでした。また見てください。バイバイ。すいません。